はい、こんにちは、トールです。最初に申し上げますけれども、この動画にはね、ネタバレを含みますんで、そういうの嫌いな方はね、ご視聴を控えいただきますようよろしくお願いいたします。それでは始めたいと思います。先週放送されたの大の大冒険のね、中身の話なんですけど、バランって出てくるんですけどね、まあ、知ってる人前提で話してるんで、バランについてくとか大の大冒険についてはもう詳しくは言わないけど、バランとヒュンケルがその一応対決をするんですけど、まあ、結果としてはヒュンケルが瀕死の重傷を負って再起不能って、後々新しい力に目覚めたことで一時的に復活はするんですけども、ヒムとかとね結局戦ったりはするんですけど、結局そのヒムのとそれに続く戦いでね、僕結局またボロボロになってもうダメになっちゃうんですけど、もう今度こそ完全にダメになっちゃうんですけど、まあ、それはいいとして、まあ、良くないんだけど、そこはいいんだけど、そういう状態になるのと引き換えに形としてはバランが大パーティーに加わることになるんですけど、そこに際してそのバランが結局自分をかばうような形でこう無刀陣って技を、ね、迎撃するつもりだったんですけどね、あるいはそれを魔王軍に切り替えて、要するに両方からダブルパンチを受けて重傷になっちゃうんですけど、バランと、もともと攻撃してきたバランと不意をついてきたアルビナスとね、アルビナスってあれだよね、俺思うんだけど、なんだっけ、痛み止めって筋肉痛の塗り薬に入ってるのがフェルビナクだって、フェルビナクに似てるなと思って、名前が似とんなと思ってるんですけど、似てるか合体してもらったアルビナスの攻撃より両方から食らってね、重傷になっちゃうんですけど、でもあれおかしいよね、チュンケルの鎧って魔法が通じないはずなのに、彼女が使った技って、いや分かるんですよ、あれ多分二人をその共ついてるとはいえ、一気にさ強敵二人を片付けちゃおうとしてるわけだから、半端な技使ってるわけないから、同じようにバランと同じように隙ができるっていうのは分かるんですけど、それにしたってさ、ヒュンケルの鎧には魔法が通じないはずなんだからスルーしときゃいいのにさ、バランだってちょっとそっとビギラゴン食らったってどうってことないだろう、ドラゴンクエストじゃない、ドラゴニックオーラ全開にしとるんやから、大して食らわんと思うし、別にいいんじゃないのと思うんだけど、あんなボロボロになる、結局バランの攻撃でボロボロになった気がするんだけど、俺は魔法通じないはずだからね、と思うんだけど、まあそうなった、まあボロボロになって倒れたヒュンケルの代わりにの姿を見て、でクロコダインに私はどうすればいいと思うって聞くんですよね。あの人は散々さ人間憎しに凝り固まってさ、意地張ってさ、自分の息子とも殺し合ってさ、殺し合ってダイヤを殺す気なかったと思うんだけど、殺し合ってさ、そこまで自分今更生き方は負けられんつってさ、腐っていったりさ、ダイヤが人間の敵になるぐらいだったら死んだ方がマシやって言ったポッポに対してさ、じゃあ死ねばとまで言ったのにさ、そこまで言ったのにヒュンケルが死にかかったからってクロコダインにどこまで何をどうすればいいと思うって、それはないだろうって俺は思うんですけどまあ人間の側面がすごく出てるんでしょう、人間形態だし、そういうことなんかもしれんけども、ちょっとあれはないなと正直思ったんですけどね人間の味方につくにしても、ヒュンケルの行動に心を打たれるのはまあ100歩譲っていいとしても、クロコダインというか他人にそのどうすればいいと思うはないと思うんですよね。ちょっとあれはがっかりしましたね。まあ、結果的にまあ仲間ついてくれてね、よかったとはよかった、まあ、それが死んじゃう結果には死んじゃうから悲しいは悲しいんですけど、はい、そういうことです。ただ感想です。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録500回いただけると嬉しいです。バイバーイ。